F1 世界チャンピオンのマックス・フェルスタッペンは、伝説的なルマン24時間耐久レースへの参戦を強く希望しており、その際には、フェルナンド・アロンソとチームを組むことが検討されている。スペイン出身の42歳で、かつて、トヨタガズーレーシングでのさばき火力間、2018年と2019年に、ルマンで2度優勝し、モータースポーツの三冠を逃した、唯一の WF1 世界チャンピオンであるアロンソは、フェルスタッペンと再び競り合うことを楽しみにしているようだ。 フェルスタッペンは父がまだ競技していた時、私はそこにいた。耐久レースの雰囲気は悪巻で、夜でも朝でも人がたくさんいる。それは本当に素晴らしいことだと思うとコメントした。一方で、フェルスタッペンは、ドライバーの最低体重が決まっているルマンの課題にも触れ、唯一の問題は、ルマンのドライバーには最低体重がないのに、私はかなり体重が重いことだ。だからこそ、 より軽いチームメイトを見つけなければならない。しかし、フェルナンドはかなり軽いので、それは非常にいいことだろうと皮肉っている。また、注目すべきはアストン・マーティンの発表であり、バルキリーは2025年から耐久レースのパートナーであるハート・オブ・レーシングとともに、アストン・マーティンをルマン24時間レースの総合優勝争いに参戦させることになる。WEC と IMSA のプログラムも視野に入れているとのことだ。同時に、 フォードは2026年から F1 でレッドブルと提携し、ルマンに向けてマスタング GT3 プログラムを開始する計画を発表している。これらの動きが実現すれば、将来的にはルマン24時間レースが一層注目されることだろう。